死んだ少女は、イギリスの SF ドラマ、ドクター、風の第9シリーズ第5話、2015年10月17日に BBC1 で初放送された。脚本は、ジェイミー・マシソンとスティーブン・モファットが、監督は、エドワード・バザルゲッテが担当した。本作では、タイムトラベラーの異星人12代目ドクターと彼の、コンパニオンのクララ・オズワルドが弱小バイキングの村に、 到着する。村は、マイアと呼ばれる、異星人に襲撃されて戦士が皆殺しにされ、二人は、生き残りの村民を武装、訓練して24時間後に迫るマイアとの戦闘に、備える。戦線布告をした、少女アシルダは戦いに巻き込まれ、命を落とす。バイキングたちと遭遇した後、ドクターは彼らに魔法使いだと思わせるために、ヨーヨーを取り出す。 先代コンパニオンのリーラは死のロボットで四代目ドクターから遊ぶためにヨーヨーを与えられた際にそれが魔法の道具であると考えた。また十二代目ドクターもガツを殺せで重力を確かめるためにヨーヨーを使用していたがこれも四代目ドクターが宇宙の箱船で行っていたことである。ドクターは2000イヤーダイアリーという台のページをめくっているがこれはザパワーオブザ ダーレックスの2代目ドクターの500イヤーダイアリーやテレビ映画版の7代目ドクターの900イヤーダイアリーのアップグレード版である。乳児と喋ることのできるドクターの能力が本作では再登場する。この能力は11代目ドクターのドクターの戦争と子連れのコンパニオンで登場していた。マイヤ兵のヘルメットを適合させる際、ドクターは ニュートロンの流れの極性を逆転させると宣言している。これは三代目ドクターをはじめ様々なドクターが口にしてきたセリフである。十二代目ドクターの階層として十代目ドクターとドナノーブルが再登場した。この階層の映像はポンペイ最後の日のもので、童話にはピーター・カパルディがカエキリウス役で出演していた。また、ドクターが 今の顔を選んだ理由を思い出した際、深呼吸から水面に反射する自らの顔を見つめる12代目ドクターも改装されている。ドクターは、アシルだが今やハイブリッドになっていると述べているが、これは魔術師の弟子、魔法使いの友でダブロスが言及したハイブリッドと対応している。ダブロスの言うハイブリッドはタイムロード及びダーレクト推察される二つの偉大な 戦士の種族のハイブリッドであったが、本作で登場したアシルダは、マイアの技術を使って蘇生したため、バイキングとマイアのハイブリッドと化している。エピソードの結末で、ドクターは、アシルダが、マイアの技術で、フロー死になった可能性に触れ、自らの行いが正しかったのを確問し、タイムウィルテル、イット・オールウェイズ・ドーズ、と述べる。これは七代目ドクターが、リメンブランス・オブ・ザ・ ダーレクスの結末でダブロスと惑星、スカロを滅ぼすという決断が正しかったのかを自問自答した7代目ドクターのセリフであった。空に投影されたオーディンの顔は神が同様のことを行った映画、モンティパイソンホーリー・グレールのオマージュである。クララはベニーヒル賞のテーマソングをドラゴンの模型に驚いて逃亡する。 マヤヘイトオーディンのビデオのサウンドトラックにすることを提案し、ドクターもこれに同意している。彼女は実際にこのテーマ曲を数秒再生している。撮影はマルガム城、カステルコックランハラン、カーディフタウンホールのマーベルホールで行われた。もともとオーディン役を演じていたブライアン・ブレスドはマインドワープ、デ・キング・ヤルシノスを演じ、1966年には2代目。 ドクター役をオファーを受けていた。しかし、ブレスドは本作のオーディン役を降りざるを得なくなり、デイビッド・スコフィールドが代わりに演じることとなった。死んだ少女のリアルタイム視聴者数は463万人で、前は洪水の前よりも好記録を残した。タイムシフト視聴者を加えると視聴者数は656万人で、第9シリーズの最高記録となった。 番組視聴選挙率は28.1%、アプリシエーションインデックスは82であった。本作は批評家が非常に肯定的に反応し、多くは、特にユーモア、ドクターの顔の気づきを含めた解決、カパルディとコールマン及び、ウィリアムズの演技を称賛した。2015年コミコンインターナショナルでの、メイジー・ウィリアムズ・ラジオ・タイムズのパトリック・マルテンは、 本作に欲しい筒を与え、ジェイミー・マシソンとスティーブン・モファットは、伝統的な定型句を予想外の不死のひにりで、包み込んだと述べた。彼はこのエピソードが、非常に伝統的な流れに飛び込んだが、またしても、狡猾にそれを超越し、テレビドラマの聖杯である、予測不可能性を達成していると述べ、また、面白いと意図されたことはすべて面白く、悲しい瞬間は、悲しいと主張し、 エピソードの演出について火の打ちどころがないと称賛した。イグンのスコット・コリューラは本作を称賛し10点満点で8.8点と評価した。彼は特にカパルディの演技が感動的だったと称賛し、メイジー・ウィリアムズの演じるアシルダやエピソードの映画的な感覚も楽しんだという。彼はメイジー・ウィリアムズが強力なシーズンを維持している。 彼女キャラクターの正体は長年のファンには期待外れなものになるかもしれないがエピソードそのものとその大きなテーマの感覚はそれを補う以上のものであるとしてレビューをまとめた。ザ・ AV クラブのアラスデア・ウィルキンスは本作を第9シリーズで初めて A と評価し脚本と演技と演出が組み合わさってこのドクターの在任期間中で史上最高である 可能性が極めて高いエピソードを成していると絶賛した。デジタルスパイのモーガン・ジェフェリーも本作を称賛し、今までに見た何とも違うとコメントした。彼は、ウィリアムズの演技について、謎めいたキャラクターの状態を過剰に演じることなく、この世のものとは思えない演技をしたと絶賛し、ドクター・フーは毎週こうあるべきではないが、この番組の無限の多様性は常に、 最大のセールスポイントであり、死んだ少女が型にはまったものを壊して、全く予測不可能で、異なるものになることをあえて試みているのを見るのは、爽快だと主張して、レビューを終えた。インディワイヤーのケイトウェル氏も、本作を絶賛し、最高評価の絵を与えた。彼女は、ポンペイ最後の日や、シャーウッドの森のロボット及びクラシックシリーズのザタイム、ウォーリアーといった、 過去の歴史を題材にした輝くようなエピソードの中でも死んだ少女が代表格であると述べ、欲しい5つのエピソードであるとも主張した。ペースト氏のマーク・ローズマンは10点満点中9.6点と評価し、それ団体の物語として際立って堂々としていると述べた。最高のドクター風の冒険として気まぐれさと楽しさの感覚を失うことなく、 タイムトラベルのさらなる複雑さを追求している。これまでのところかなり素晴らしい打率を誇る今シーズンのホームランだと論評し彼はレビューを終えた。ピアソン・エデュケーションはジェーン・ローラソンによる本作の小説版を英語学習者向けに2018年に出版した。ありがとうございます。